かの英徳による囲碁の絵この項目では、囲碁の歴史について解説する。木町みことのりも参考趣旨室、サムスンゴズ憲本着色中国現代、ネズ美術館囲碁の実際の起源は不詳だが、中国で、先生術の一方が変化、洗練されて、今の形となったのではないかと伝えられている。考古学的な交渉では、2002年に、 中国先生省の考古学者が、前漢の京帝秘ささぎで、前漢時代のものと思われる、統制五番の断片を発見した。中国の考古学者の調査によれば、この五番は、皇帝の両母から出土したとはいえ、皇族が使用したものではなく、両母の墓守たちの遊戯のために使用されていたものと、推定されている。初期の五石は、闘争期のものが残っている。 伝説では、行が、息子の端子が賢くないのを見て、以後を、発明し、教えたという。新代の長家は、博物誌で、行作りが小池、も、のりこ端子短と、春意古書を、しぐ、古作家小池祈りゆきと記載する。夏人から創作と博家小池、と、夏の時代に発明されたとする伝説もあった。もちろんこれは偶話であり、事実ではない。 期限前には、囲碁のことを、と呼んでおり、紀は六白という別のゲームの駒を意味していた。五巻に入ると六白が廃れて、紀は玉木を意味するようになったが、玉木も廃れると、ようやく囲碁のことを、木というようになった。春秋時代、孔子は囲碁について触れ、宝飾修実、部所用人、なんたしかかな。風雨白者か、ためゆき、なお見解、と述べている。申しや、 春秋佐試伝にも、に関する記載がある。先進時代の囲碁のルールは明らかでない。石星五番、元官房中国五冠この期間、囲碁はサイコロを使ったゲームの、六白と共に、広しと称され、上層階級に広まった。ただし、前巻では、運次第の、六白の方が知力を競う囲碁よりも流行していた。五冠時代に至り、囲碁は兵法に類似しているとして、 だんだんと重視されるようになってきた。ハンコの、胸は、世界初の囲碁の専門書とみなされる。バトールは、過去寄付の中で最初に、三尺の曲形、溜め線等構え上との思想を表明した。曹操や、孫作や王さんなどの当時の著名人は皆囲碁を、足しなんだ。カウが焼き傷を負った際、碁を打ちながら、手術を受けたというエピソードはよく知られる。 河北省、元県の五冠の墓から出土した、器具とぎの簡単、厚紙の芸業の記載から、この時代の五番は十七素地だったと考えられる。五石については、安記省白州市の原方向一号墓から五冠末の四角い五石が出土しているという。三島省数城市の龍太から墓から出土した、精神の五石は卵型である。 中国に現存する最古の寄付と言われているものに、三国時代の孫作将旅藩、傷があるが、中級素寺であるために、後人の家宅であろう。この時期に、以後は、南方の文人やマ氏の間で流行した。五番は十九素寺に拡大した。十九素寺の五番の現物は、隋の時代のものが、河南省網を縛り聖母から出土している。 南朝では貴品制度と囲い貴収遊制度が設けられ、専業の騎士をそれぞれ異なる級に分け、一定の待遇を与えた。両の武帝は自ら、囲い貴府を作って、囲碁を衝動し、囲碁は黄金時代を迎えた。武帝はまた全国的な囲碁の大会を開催した。これは、証拠がある、最初の全国大会である。参加者はおびただしかった。大会後、 常盆級と入り品を確定した騎士は278人であった。王関心理残王当大に入り、囲碁は急速に発展した。宮中には、木町御ことのりという職が設けられ、皇帝と囲碁をする騎士を専門に養成した。王関心は、戒厳年間の名人であり、過去行き十0分けをまとめた。不ど丼勝ち、入り替えよ、勘、高かれえり見われ。 捨て子創作、車掌おさむ大、青木シ,シュステル、新持ち計測、同僧、枯列よ、慈歩、勢いっ子取りはという、この秘訣は、以後の古典理論とされる。伝説では、王赤心は、夢の中で清流が気境キューブを吐いて、己に授け、この時からその芸が進んだという。当の天保年間、安氏の乱を避けて、王赤心は、職衆に行き、 リザンの老婆の嫁しめの対局を見たという伝説がある。宋代の防有期吉学習には、大関新の和子会に進むの寄付が載っている。開元25年、騎士の陽気高が特使と共に、白木に使者として赴いた。陽気高に、白木騎士で叶う者はいなかった。約100年後、長安で帰り道ことと、日本王子高岳親王が対局した。 初めての正式な日中対抗戦と言えよう。腰ことは、この大局で、神来の筆と後に呼ばれた、三十三小鎮未党で、一挙に勝ちを決めた。またこの時期に囲碁が日本に伝来した。僧の長儀は、孫子の標法を真似て、奇境十三編を書き、後世の囲碁理論と実践に深い影響を及ぼした。北総時期の竜中はじめは囲碁に関する著作が多く、 防有機予学習、寄制、増備、整理、木分け等がある。北曹時期の藩中園、王陽治む、芝光、王安石、祖職、皇帝権といった文人や、中心も高い囲碁の造形を持っていた。岩潮の原子と安天章は、原元因語教を編集し、前人の大量の理論の著述や、囲碁の死活や定石を集めた。民末の名人の、 下百霊が、監視符を書き、各種の手を収録した。民間では囲碁を使った掛け言が、盛んになり、主言省が、近畿霊を出すほどだった。新朝の時代も、囲碁の名手は続々と出た。高記念館、王領氏が、女性優に密語を譲った、対局の十番の寄付血類編は著名である。拳隆四年、世上夏と、半日四は、石膏閉庫で有名な、 投稿十曲を打った。公的な地位の低下は、民進時期の民間の騎士の経済収入を長く、不安定な状態にした。騎士の収入は、囲碁の指導や弟子への伝授のほか、主に観客の賞金や掛け金に依存していた。これは明らかに運任せであった。もし、太平の世であれば、危険たちにも余裕があって、民間の囲碁活動も、盛んになり、 騎士の生活も安定する。諸子、そういう派、類局二田千皿、海大国主育住す配往来後愛の的、王将は、図女で新書の記段の森強ぶりを描写した。しかし一旦民生が苦しくなると、騎士の生活も苦しくなった。以後のレベルも、自然とだんだん下がり、後継者も減った。このような賞金に頼った、生活方式は、騎士に、 独特の勝負感と社会的地位を形成した。以後は依然として高尚な芸術であったが、騎手は役者や占い師のように低く見られた。源氏物語絵巻、竹川部分日本には、剣闘士に加わった、きび真きびが伝えたとされる。しかし、大法律令の中に語に関する項目があること、随所は国連に、好奇迫悪策、 著保の戯れの競技を好むとの記載があるから、実際にはさらに以前から伝わっていたと思われる。奈良時代には盛んに打たれていたようで、焦燥院に5番、木が下んご曲が収められている。平安時代には、貴族のたしなみとして好まれ、枕の創始、源氏物語など、この時代の代表的な文学作品にも、しばしば5の描写が登場する。現在伝えられている。 日本最古の寄附と呼ばれるものは1252年に日蓮がその弟子吉祥丸と打ったという寄附であるが、おそらくは後世の偽作である。室町時代に入ると、それまで公下、僧侶階級に愛好されていた囲碁は、武家や庶民にも広がり、同時に五番と五一子を使った様々な数取り遊びも生み出されて広まった。有力者は、五一上手と呼ばれる。 反戦業のものを抱えて競わせるようになり、その中には同報酬や出自不明のものも少なくなかった。戦国時代に入ると戦のシミュレーションとして大いに好まれ流星を迎える。武田信玄ほか多くの戦国武将が合を好んだという記録が残っている。この時期に軍を抜いた第一人者として登場したのが日、海である。この時代には それまでは対局する両者が、五番上にあらかじめいくつかの石を置いて対局していたものを、番上に全く石のない状態から打ち始める方式への移行もあった。このため不石の概念も、三差の時代から生まれたと言える。三差は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の囲碁の死であり、三人ともに、三差にごし置いていたという。三差を、 現在のトッププロとすれば、信長たちは、現在のアマチュア4、5段ということになる。その腕を信長に認められた三者は、名人の称号を名乗ることを許され、さらに秀吉にも徴用されて淵をもらうようになり、家康が将軍となった後は、名人をどころとして、誤解を統括することを命ぜられた。戦国から江戸にかけては、日本の語のレベルが飛躍した時代であり、 来日していた、朝鮮人の李に、密子を置かせて勝利したという記録が残っている。密子という数字は現代で言えば、トッププロとアマチュア圏代表クラスの差である。江戸時代には、三佐の本因坊家と井上家、安井家、林家の四、家が、五の家元と呼ばれるようになり、優秀な騎士を育て、互いに切磋琢磨し合うこととなった。四家はそれぞれ幕府から淵を受けており、 それぞれの宗家は、血筋ではなく、実力により決められることとなった。その技術の発揮の場が年に一回江戸城内、将軍御前にて行われるお城語である。五城語は四夜それぞれ数人の代表によって、戦われたが、負けることは、家の大きな不名誉となり、弟子の集まり方にも影響した。また五回の統括者である、名人語どころの地位は、 各家元いずれかの宗家であり、気力が他を圧倒し、かつ人格的にも他の家元からも認められることが必要とされた。名人は他の騎士に対して段位を発行する権限など、数々の特権と大きな名誉を有しているため、名人の地位をめぐる各家元による争奪戦が何度も演じられた。争いの解決は対局で行われ、その対局を争い後と呼ぶ。 史上初の争い後は二世本因坊三越と安池二世の三地との間で争われた。五条後における手合い割を不服としたもので、九年がかりで六戦して三勝三敗の内訳のまま三越の死によって終わりを告げた。三地は三越の死後十年目に名人後どころの座につくが三越の弟子で三世本因坊となっていた道越が、これにことを唱え、 再び争い後が開始された。幕府の意にあえて逆らった道越は、遠藤あるいは死をも覚悟しての争い後であった。両者に従戦して、道越の十二勝四敗四次後となったところで、対戦は打ち切られ、名人三地は引退を表明した。また道越も、抗議の決定に背いたのは、恐れ多いとし弟子動作に後を譲って隠居した。 同作の技量はこの時すでに道、越を上回っていたとされ、争い後後半で道越が大きく勝ち越したのには、道作との共同研究によるところが大きかったと言われる。四世、本因坊同作は、当時の実力者たちを軒並みなぎ倒し、すべて無き戦以下にまで打ち込み、実力十三段と称用された。名人の地位にも文句なしに周囲している。 死祖、三佐、既成道作という二人の不正質の騎士により、本因坊家は、名実ともに人家の筆頭となった。時の最強者、本因坊道作の下には、天下の才能が集まったが、厳しい修行が、あだとなったのか、次々と溶接した。このうち、本因坊道的は十九歳の時すでに死の密作と、互角であったとされ、囲碁史上最大の振動と言われる。 晩年、同作は、道的に劣らぬ才能本因坊道地を見出し、これを、後継者とした。道地もまた後に、名人後どころとなる。道地以後は、本因坊家の家元も三代にわたって六段止まりとなり、囲碁界自体も、賃貸の時代を迎える。しかし、ここで現れた旧姓、本因坊察し元は竹を力でねじ伏せて、久々の名人となり、 本人坊家に忠告をもたらした。また安井や七世、安井戦地も華麗な気風で活躍し、後世に大きな影響を与えた。18世紀末から19世紀初頭は11世、本人坊現状と安井家八世の地徳の各地区時代を迎える。両者は80曲以上に及ぶ対戦を重ねるが、戦績はほぼ互角で、江戸期最高のライバルと謳われる。後の十一世、 井上玄安隕石、十四世、本因坊秀和と合わせ、名人の力を持ちながら、名人になれなかったものとして、以後四明と呼ばれる。十二世、本因坊武和は、気力は、第一級であったが、幻安隕石と五所の座を争い、策略を駆使して、名人位に就いたために後世に悪評を残した。ただしその腕力は、史上でも、随一とされ、 幻庵隕石が資格として送り込んだ愛でし、赤星隕鉄を三名手で帰り討ちにした松平家の誤解は、江戸井市のハイライトとされる。竹は引退後、幻庵隕石は、明治人を望むが、これに抵抗したのが、本因坊一門の若き天才児、本因坊秀和であった。終話は、本場所というべき、五条語で、幻庵を撃破し、その野望を阻んだ。 周和は、史上最強の騎士として、名が上がるほどの実力であったが、明治人を望んだ時には、世は、幕末の動乱期に突入しており、江戸幕府はすでに以後どころではない状況に陥っていた。本因坊周和の弟子である、本因坊修作は若い頃より才能を発揮して、五条後に19戦19勝という、大記録を作ったが、これらにより34歳で溶接した。 周和と周作と周作の弟,弟弟子である、村瀬周保の三人を合わせて三修と呼び、江戸時代の囲碁の成果とされる。江戸時代には、武士だけではなく、各地の商人、豪野が騎士を招兵して撃ってもらうことがよくあり、落語の笠、笠子や、ご打ち盗人などで描かれたように、姿勢でも、盛んに撃たれていた。一方で地方によっては、すごろくなどとともに、 かけ事の一種と見られて、禁止令が発されることもあった。しかし、明治維新により、江戸幕府が崩壊すると、パトロンを失った家元制度もまた崩壊した。本因坊宗家の修話は、生活に苦しみ、一時は、倉庫暮らしとなったほどである。さらに、西洋文明への傾斜、伝統文明の傾斜という風潮から、囲碁自体も軽く見られるようになった。 その中で囲碁の火を絶やすまいと1879年に、村瀬修保は、囲碁結社、放炎社を設立。新たに旧位制度を採用するなど、底辺の開拓を試みた。それに対抗して、修和の息子である、土屋義恵は1892年に、囲碁奨励会を設立した。こうして防止対立時代が続くが、1886年に、義恵は修保に、 本因坊の座を譲って和解した。しかしその1ヶ月後に周保は死去、吉江が本因坊に復帰する。こうした対局の熱気を受けて新聞にも囲碁欄が登場するようになり、一般の囲碁界に対する興味が高まってきた。1878年4月1日、郵便放置新聞は、中川亀三郎六段と高橋杵三郎五段の五譜を掲載し、これが、 新聞の囲碁欄の始まりとされる。本因坊に復帰した吉江は、並みいる騎士をなぎ倒して、囲碁界を統一し、1906年に、名人位に就く。しかし、吉江の死後は、団体が乱立し、囲碁界は混乱の極みとなる。吉江は、後継者を決めないままに死去し、田村田元と氏と、仮金樹日が、後継の座を争い、囲碁界は、混沌とした時期を送った。 結局、吉江の弟、本因坊秀元が、一旦二十世本因坊を襲名し、一年後に、秀才に、本因坊を譲ることでこの難局を収集した。この状況の中で、関東大震災が起き、囲碁界も、大ダメージを受けた。この苦境を乗り切るためには分裂は、好ましくないという機運が生まれ、帝国ホテル創業者として、有名な大倉騎士郎の呼びかけにより、 1923年に、東西の騎士が集まって、日本騎員が設立された。発足直後に一部の騎士が離脱規制者を結成、日本騎員との間で対抗戦が行われた。この時の本因坊秀才名人と仮金純一の対局は、新聞上に記載されて、大人気を呼んだ。これによって、読売新聞は、発行部数を一挙に3倍に伸ばしたと言われる。 1927年には大手合が始まり、これも新聞上で人気を博した。本因坊秀才名人は、式が近づいてくると、本因坊の世襲制を取りやめることを宣言し、本因坊の名跡を日本棋院に譲り渡した。1936年、日本棋院は本因坊の座を争う棋戦を開催することを決定した。これが本因坊戦であり、 以後のタイトル戦の始まりでもある。秀才名人は引退するにあたり北に実ると、数ヶ月に及ぶ引退後を打ち、終了後間もなく死去した。秀才名人に代わって、第一人者の地位を勝ち取ったのが、中国から来た、天才騎士、五星源である。五星源は1933年、北に実ると共に、それまでの布石の概念を覆す、新布石を発表する。 1933年には秀才名人と対局を行い、その冒頭、星、三三天元という、極めて斬新な布石を披露し、世間を圧倒を驚かせた。この新布石は、囲碁界のみならず、一般社会をも巻き込んで囲碁のブームを巻き起こした。1941年には、実力性による本因坊戦が開始され、関山リーチが、第一期、 本人坊の座についた。しかし、太平洋戦争が勃発すると騎士たちは地方に疎開せざるを得なくなり、各地で土砂回りをするようになった。日本基員の建物も空襲で全焼しており、騎士、岩本薫の自宅に一時事務所を移転した。その中でも、本人坊戦は続けられていた。1945年8月6日の第3期本人坊戦の第二局は、 広島市郊外で行われたため、対局中に原子爆弾の爆風を浴びた。両対局者も吹き飛ばされ、ご一も飛び散ったが、対局は最後まで行われた。この対局は原爆下の対局として知られる。戦後しばらく、日本棋院は都内各所の料亭などに場所を借りて、対局を行っていたが、自前の対局所を持つべきだという声が強まり、 1947年、港区高輪に、麒麟会館が開設された。ご制限は、戦前より、北に実る、藤沢放斎坂田坂浦当時の一流騎士たちを相手に十番号を行い、そのすべてに勝利した。1950年には、九段に推挙され、昭和の騎士と呼ばれた。1950年には、不満を持った、関西の騎士たちが、 当時の本因坊、橋本昭宇に率いられて、日本棋院を離脱し、新たに関西棋院を設立した。1951年、その橋本から高川角が本因坊を奪取、以後九連覇という偉業を成し遂げた。また1953年には王座戦、1956年には縦断戦、1962年には名人戦が新たなタイトルとして設立され、 新聞語でもタイトル戦が中心となる。またこの動きに合わせて、小宮りの語が定着してゆく。語制限は1961年に交通事故に遭い、その後は制裁を書いた。それに代わって、語界を制覇したのが、坂田坂尾である。坂田は、高川角から、本人防衛を奪い取った後に7連覇。また名人戦でも1963年の第2期では、 藤沢秀行からタイトルを奪った。この年は30勝2敗という驚異的な成績を残し、10段を除く、当時のタイトルを独占した。この坂田時代に待ったをかけたのが台湾から来日して、日本のプロとなった、林美穂である。1965年に名人を坂田から奪ったのを、皮切りに、坂田の画像を崩していった。さらに林に対抗した。 北に実る文化の大竹秀夫が登場し、竹林時代を作る。またその他の北に実るの文化生たちも一気に活躍しだし、石田義雄加藤正夫、竹宮正樹の三人は、北に三馬ガラスと呼ばれた。この後1990年代まで、北にの弟子たちが互いにタイトルを奪い合う一門の黄金時代が続いた。この時期この中には手入ったのが、 藤沢秀行で50代になってから帰省戦で6連覇を記録するなど一人気を吐いた。1974年、読売新聞が主催していた名人戦が朝日新聞に移籍するという名人戦事件が勃発。物価の上昇にもかかわらず長年据え置かれていた核、帰船の契約金が見直されるきっかけとなった。これにより百七十五年に天元戦。 1976年には、寄生戦、五生戦が設立、現在の7大タイトルが出揃うこととなった。北にサンバガラスの後に時代を築いたのが、またしても、北に門下の長池君と、小林光一の二人である。先に、長が活躍を、始め、1983年には、寄生、名人、本因坊の三大タイトルを1年に独占する。 大みかんを達成し、1987年には7、大タイトルすべてを1回以上獲得する、グランドスラムを達成した。少し遅れて、活躍を始めた小林は町から、帰省、名人を奪い取り、それぞれ8連覇、7連覇を達成した。小林は本因坊を取れば、大みかんというチャンスを、幾度となくつかむが、その都度町に阻まれる。 長は1989年から本因坊10連覇を成し遂げ、これは、囲碁界のタイトル最長連覇記録となっている。90年代後半に入ってからは、ようやく衰えを見せた、北に初め門に代わり、与田則本と、王立政の両名が覇権を争い、21世紀に入ってからは、チョーク、高尾信治、山下慶吾、羽根直樹ら平成4天皇が、 タイトル戦線を拡挙した。しかし、2009年に、平成生まれの天才騎士、井山祐太が、初の大タイトルとなる名人を退官すると、2012年には、一挙に五冠王となり、23歳にして、第一人者の地位に就いた。そして、2016年には、囲碁史上初となる七冠独占を達成し、世代交代の波を告げた。また、 同時期から村川大輔、伊田厚志、一力両などの平成へ生まれの騎士たちがタイトル戦線に登場し、いくつかはタイトルを奪ったものの伊山の優位は動かなかった。しかし芝野虎丸が登場、チョークとの名人戦に勝利して、伊山も成し遂げられなかった。史上初の十大名人となり、そのまま王座、十段も獲得して一気に伊山と虎丸の、 各地区の時代を迎えることになった。ただし90年代からは、囲碁の世界戦が開始され、当初は、竹宮正樹らの活躍があったものの、近年は、韓国、中国の後人を廃する時代が続いている。日本は、若手の育成が遅れ、韓国、中国の急速な慎重に対抗しきれずに現在に、至る。囲碁人口自体も、老年の男性に偏り、 若いうちが大事と言われる騎士の育成が阻害されている。このように競技人口の高齢化が深刻な問題となっていた日本囲碁界だったが、1998年から2003年まで、週刊少年ジャンプにて、漫画、ヒカルの語により、囲碁ブームとなり、多くの子供たちが囲碁を打つ姿が見られるようになった。しかし連載終了によって、囲碁ブームも去り、子供たちを、 どう育成していくかが今後の課題である。以後競技人口は1982年の1130万人から2004年450万人、2006年360万人、2007年240万人と前言傾向が続いている。日本は国際大会でも連敗を続けており、世界戦では日本人がベスト16にも名を連ねられないことも、 珍しくない。この原因の一つとして、韓国、中国と日本の賞金の違いが考えられる。日本の規制戦の優勝賞金は4500万円の賞金であり、国際戦最高額の富士通杯が2000万円であることから、日本は国内戦を優先に戦っている。韓国、中国の国内戦は日本戦に比べると安く、韓国の最高額である。 KT ハイマスターズプロ棋戦で5000万ウォン500万円である。また、韓国人騎士は世界戦に優勝すると兵役を免除されるという特典がある。しかしこうした実利的な面ばかりでなく、囲碁熱の高さ、囲碁に対する国民の注目度、それがもたらす層の厚さが大きな要因と言える。また、 日本の主要な規制と持ち時間の長さが異なることも要因の一つとして挙げられている。中国と韓国では長らく以後は余儀としてあまり重視されておらず、江戸時代には日本とはっきりした実力差があった。例えば1620年に朝鮮の第一人者が来日した際には本因坊三差は密合をかせて勝利を収めている。 昭和に入っても中間には、プロ騎士という制度がなかったため、囲碁を志す者は日本にやってきて、プロを目指すのが通例であり、ご制限、林美穂、長智君、宋訓元らは、その代表である。宋訓元は、日本で修行した後、韓国へ帰り囲碁の普及に尽力した。しかし1955年に、韓国企員が設立され、 韓国内でプロを目指す者も,も増えてきた。中国でも1981年に中国が小域協会が創設され、騎士を目指す子供が急増し、国内で囲碁のリーグ戦が開かれるようになった。また1984年から開始された日中対抗戦、日中スーパー囲碁では、上森平が日本のトッププロに対して11連勝を記録し、 レベル向上を印象付ける結果となった。1988年に日中間の騎士たちが集まる世界大会世界囲碁選手権富士通杯が創設され、世界大会が次々と創設されるようになった。その国際戦を総訓練、李昌光らの韓国騎士が勝利するようになると人気が爆発し、韓国内のそこここで囲碁教室が開かれるようになり、 頭の良い子供たちは、収入の良いプロイゴ騎士になれと、親から言われるようになった。特に、李昌光の活躍は目覚ましく、16歳で、世界大会初優勝を果たした後、世界の第一人者と呼ばれるようになった。21世紀初頭に至り、韓国勢は、世界の囲碁界を制した。李昌光と、李ヨドルの二人が、 相争いながら世界タイトル戦線を席巻し、それに源、総訓練、チャンヒョクの二人を加えた四人が、世界の四強と言われた。それを追いかける僕久し君ら新鋭の層も極めて厚く、その派遣は盤石と思われた。しかし2005年頃から、国家レベルで、若手騎士の育成に励む中国が急ピッチでこれを追い上げ、上拾し、こっちからら若い騎士が、 世界のトップを争うようになっている。中国では、修営羊、陳明る、大キら、韓国では、蔡明良館、僕久しくん、京東純ら10代から20代の若手が、トップ戦線を走り、集にさおら台湾勢も台頭し始めた。チェスや将棋など、多くのボードゲームで、コンピュータが人類を凌駕する中、以後は最後までコンピュータが、 人間に勝てない競技として残っていた。2015年の段階では、コンピューター愛護のレベルは、トッププロに3つを億くハンデを必要とし、この差は、そう簡単に埋まらないと考えられていた。しかし2016年、Google 参加のディープマインド社が開発した、人工知能、アルファゴが登場し、世界のトップ騎士の一角とみなされていた。 韓国のリオドルを4勝1敗で破って世界に衝撃を与えた。さらに2017年には世界ランキング1位の騎士である中国の柿吉もアルファゴに3連敗し完全にコンピュータが人類を超えたことを示した。またアルファゴの影響を受けディープ戦後やゲーといった深層学習の手法を取り入れた人工知能が次々と出現し、いずれも 人類のトップ騎士をしのぐ実力を示している。これら人工知能は、序盤早期段階での星への三々入りなど、それまで人類の発想になかった手を多く打ち出しており、各国騎士の打ち方に大きな変革をもたらした。また、着手の検討に人工知能の評価が用いられるようになるなど、多くの面で重要な変化が起きている。 事前置き意のない自由布石は16世紀の日本に橋を発するもので、それ以前に伝播した国においては、事前置き意のルールが受け継がれていた。中国、韓国では20世紀になって日本語界との接触を機に自由布石が普及し始めた。中間以外では近代普及以前に囲碁が伝わった地域として、チベットがあり、1959年に、 湿気無王国の巫女が来日した際、17素地式の囲碁用具を持参して、日本のプロと打ったという記録がある。欧米に、ルールが正しく紹介されたのは、儀士として来日し、村瀬周保に語を学んだ、ドイツ人、オスカー・コルシェルトが帰国して1860年に、東洋研究の学術誌に発表した記事が最初である。 コルシェルトは1880年に欧州言語で初となる本格的な囲碁の本を出版した。1908年にはこの本をもとに英語で最初の囲碁の本がアーサー・スミスという人物によって書かれた。この経緯から欧米では今も囲碁用語の多くに日本語がそのまま使われている。コルシェルトの記事を読んだチェスプレイヤー。 エドワード・ラスカーも来日を目指したが第一次、世界大戦の混乱もあって果たせず、米国に渡って1934年には、英語で2番目となる囲碁の本を執筆。翌1935年には、アメリカ囲碁協会が設立された。1937年にはドイツにも、囲碁協会が設立された。また東アジアから諸外国への移民も、囲碁の広がりに貢献した。 戦後になると、岩本薫、福田正義をはじめとする、日本人の努力もあって以後は、東アジア以外にも普及し始め、1957年には、ヨーロッパ囲碁連盟が結成されて、ヨーロッパ語コングレスが毎年開かれるようになった。後にはさらに、ヨーロッパ青少年囲碁選手権や、ヨーロッパペア語選手権など様々な大会が開催されるようになった。 1961年には日本キインで英語の囲碁雑誌マンスリー語レビューが創刊されている1979年には世界アマチュア囲碁選手権戦がスタート1982年には29カ国が集まって国際囲碁連盟が設立され加盟国は2018年時点で77カ国を数えている1978年には 関西棋院でマンフレッド・ビンマー、日本棋院でジェームズ・カーウィンがプロとなったのを皮切りに、欧米出身で日本や韓国のプロ棋士となる者も,も次第に増え、国際普及の大きな力となった。2000年には日本金院所属のマイケル・レドモンドが欧米人として初めて球団に進んだ。さらにインターネットの普及により、ネット語を通じてどこにいても、 強い相手と戦える環境が整うと、各国選手の実力も上がり、2002年には、南米アルゼンチンのアマチュア、フェルナンド・アギラールが、国際公式戦で、日本のプロ球団を連覇した。アマチュアの世界ではさらに拡大の傾向を見せており、アメリカで20万人、ロシアで10万人、ドイツで5万人の、競技人口がいると推定される。同時に、 欧米独自のプロ化の流れも進んで、アメリカ英語碁協会では2011年から韓国ー員と協力する形でプロ制度が発足。2014年にはヨーロッパ英語連盟でも独自にプロ制度がスタートした。江戸時代、明治時代には持ち時間という考え方がなく、対局時間は無制限であった。ただしすべての語が、 極めて長かったというわけではなく、1日で2曲、打ち上げた記録も残るなど早打ちの騎士も多かったらしい。大正期以降、新聞語が主流になってくると掲載時期の関係から無制限というわけにはいかなくなり、1926年の飲者対抗戦、本因坊秀裁名人対、仮金順一七段戦で初めて持ち時間が導入された。 この時の持ち時間は、両者16時間ずつという、極めて長いもので、これは秀才が極端な長考派であったことが影響しているとされる。またこの時は、秒読みというものがなく、考慮中の仮金に突然時間切れ負けが宣告されるという幕切れを迎えた。秀才名人委員大悟では両者に持ち時間40時間が与えられ、初めて封じても導入された。 タイトル戦初期の頃には持ち時間も各10から13時間3日制であったが、これは徐々に短縮されていった。現在は一般期戦では持ち時間5時間、帰省、名人、本因坊の3大タイトルの7番勝負のみ2日制、各8時間持ちとなっている。しかし韓国、中国では各3時間持ちというのが一般的であり、 国際棋戦もこれに合わせて行われるものが多く、日本人棋士が国際戦で振るわない原因の一つに挙げられている。持ち時間の長い国内棋戦に対し、3時間が主流の国際棋戦では、不責に持ち時間を使うよりも研究で突き詰める方が効率が良く、日本の棋士が不責の研究で遅れた部分もある。このため日本国内のタイトル戦も国際戦に、 合わせるべきという声が高まり、王座線を皮切りに、多くの機船で3時間制が導入されるようになっている。早後も当初は持ち時間が4時間というものであったが、近年テレビ放送に合わせていって30秒、持ち時間10分というシステムが一般化した。ありがとうございます。